Good morning。えっと来週はあの同時通訳をここでは立たないけれどもインターネッ,ネット上で通訳はあるので、はい一緒にメッセージを聞くことができるということです。So the service about me、uh, about the service next week, we the translator will not be here, but there's a simultaneous translation on Teams online. はい、そして午後も違うメッセージを長井先生がビデオを送ってくださいますので、楽しみにしていてください。And Pastor also prepared feel another message for the for service I like、はいえーね、皆さん今今今日ででしたね <laughs> 雪でしたねね <laughs> も降降ってるんだけど年はよく降り,降ります year でも私あの滋賀県、滋賀県という、まあ、あの都会に住ん,で住んでたんですけど <laughs> from,、um, まあ、そこの雪に比べたら、全く雨のような雪です、名古屋は。今日も一緒にあの礼拝できることが本当に感謝です。I'm、so、worship with so to God together with you glad はいえー、と最初にあのちょっとお知らせがあるんですけれども、の今年の,あの,ビ,ジョンのおビジョンサービスであのお話ししたんですけど、この頃最初のみこえっ、ー、を、携帯の待ち受け画面にあのチームメ,ディアメディアチームかながしてくれました。So、<as> I, ちょっと 見えますかえ出た <laughs> えっと、?5 種類の、えっと、この最初の2章のこの2節2つの御言葉ばと。 まあ、あの映像、画像と一緒に、まあ、見言葉を本当忘れないでほしいということで、携帯のこれ、待ち受けにできるようになっています。 そう、あのー、すごい五種類も作ってくれて、ありがとうございます。握手してください。Like, ね、なんか、らい、私が、らい、ライオンがあるバージョンを作ってほしいなとか、山があるバージョンを作ってほしいなって言った、ら全部リクエストを答えて。<I> こ,こんなのがいいなって言ったら。すごい、すごい、さい、たまものですよね。<'m> はい。 でぜひあの、えー、と今はあのキズコールの公式 LINE でダウンロードできるので、いつも、ねあのえー、と携帯を見たら思い出せるようにぜひしてほしいなと思います。もう一つあの、ウェルカムチームが作ってくれたのがポストカードなんです。Also, welcome to 今の画像を五種類にポストカードにしてくれていて、これ一枚五十円で販売して全部献金になります。So they are the same design of the wallpaper, but you can get only fifty, fifty yen. はい。Hmm? 家の家の家中に貼っておください。You can um have a lot. で <laughs>、ね、もう見言葉をね貼ってるっていうねあの話を聞いたりしてすごい励まされてますけど。So I heard that someone already put the um put the words on that wall. So、encouraged. 皆さん、見言葉には力があります。You know, 私たちの決断とかじゃなくて、見言葉に力があります。Decision, God, キリストに根ざしてあふれる感謝に満ちた一年だったって言いたいですよね。 Um, ぜひこれを用いてほしいと思います。So, let, um, ではあの、御言葉の前にお祈りします。神様あ、今日もあなたが新しくこの日を作ってくださったことありがとうございます。God, そしてまた今日も新しい例、新しい恵み、新しい信仰に導いてくださることを信じます。 どうぞ今日インターネットで見てる人たちの中にも同じこのイエス様の霊が本当に届いていきますように導いてください。That, Lord, them, them, online, 癒しが必要な人に死を触れてください。Please, um, 確信が必要な人に御言葉をください。 Need confidence from you. あなたの働きに期待して、イエス様のお名前で祈ります。I expect you and pray.Amen. <Amen. S 1> 今日はルカによる福音書の二つ目のシリーズで、「主イエスを見る」というところを話していきたいと思います。So today is the second. today the ルカの2章の21から40節で、えっと、長いのでのまた皆さん読んどいてほしいんですけれども、so 2, はい、でもの、まあ、その、えっと、21節から40節をちょっとこう説明しながら聖書を一緒に なぞっていきなぞっていきたいところから導いいいいききたた導と思います wrong, but このののルカの2章節節から40節はちょっとあんまり皆さんが多分、読んでいて飛ばしがちなところだと思います。Um, I think that this, these verse

普通のことです。食べたいものを s <S 食べる。ぶ、no, ね right?。聖書を読むときもついつい同じようにな,りなってしまいませんか、ね、悲しいときは励ましのみ言葉どこ example, 私たちはついついやっぱり聖書を読むときに自分の今の状況、 また読みやすいところを読んでしまいがちだと思うんですよ。なので今日は飛ばしがちなところを分かち合いたいと思います。 ここはですね、イエス様が前回生まれましたね。先週イエス様が生まれました。そ先週イエス様が生まれて、そして、えーこの、8日目になったところからの話です。<S so、today is the、um, s 今日 r y t h イエ j e が生まれ a s b o 8日 a に d on eighth day。 でその8日目になった時に、イエス様がこの立法通りにこう自分、イエス様、ヨセフやマリア、家族が立法通りに、このことをなしていくところがずっと書かれています。Lord says to them. それまず一つ目は、1つ目のポイントは、神の言葉に従ってなんですけれども。So first one is following イエス様はこの神の言葉に従って8日目に滑稽というこのレビキの戒めの立法を守ってくださいましたそしてその滑稽をもちろんイエ,スキイエスという名前をもちろん付けられました And he was named Jesus. そしてあの、えっと 出産をするときに、この清めの期間というのが立法に定められているんです。なので、その時その清めの期間には、捧げ物をしなければならなかった。 ノートにも書いてるかもしれないんですけどレビキにそのように全部こう書いてるんですねしなければならないあれをしなければならないもう旧約聖書はしなければならない一緒ですよ <laughs>。So、ここで本当はこの子羊を出産した時に子羊を捧げなきゃいけなかったんだけどこのマリアとヨセフはこのハトしか持っていなかったんです。 バイブルは、彼は、so uh, uh, yeah, so,、お、あ、金、のー、をお金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 をい金をお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 金 b お金を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 お a をお金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 を a 金をお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 をお金をお金をお金を鳩をお金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 をおをお金をお金をお金 イエス様って貧しい家庭で生まれたってことが分かると思うんですよ。そのようにこうあのイエス様が生まれるこの旧約聖書での,あの予言は60以上イエス様の予言が書かれてるんですね。それをイエス様はすべて成し遂げて。 60, あいや60以上の御言葉ばの成就を100%現実に成し遂げてくださったんですすごいよね、<is> これ、あの <Right. S 2> すごいことよね、わかります <laughs> ね、未来のことを予言されたものが100%成就したということなんです。 だから聖書は、聖書は神の言葉なんですよ。でなぜ、イエス様がこのすべての戒めを100%こう完,成何こう完成してくださったか。私、so, the law of っ o d

法律は守っても守,守っても守っても守ったり守っても <laughs> 守らなくてもいいものはないですよね。守ららななかったらねねここにはは入れないよ、ね これは法律の話をしているんじゃなくて立法の話をしているんですね立、so uh, 法というのは神様の戒めすべてです。これを私たちが先週も話しましたけど、果たして一つも。

それ、守れる人誰もいないと思います。これを立法は守るべきだと言ってるんです。また、マタイの7の20には、 ですから人からしてもらえたことは何でもあなた方も同じようにしなさいこれが立法と予言ですと書いてます。人からしてもらいたいことを何でもやりなさいそれが立法です。 皆さんこう恵、恵まれますかこれを私、今話してて。私は恵まれない。<laughs> 恵まれる教会行きたいなって思う聖書読みたいなって思いますか <laughs>、ね、だからイエス様はこの立法を守ることを。 イエス様が成し遂げてそしてそこから私たちが救われるためにキリストが十字架にかかって死んでくださったんです。So、それを見事なのガラティアの4の4節5節です。 ちょっと皆さん、硬い食べ物だけど、大人になるためには硬い食べ物が必要なので食べましょうね。 ガラティアニーコカイテマスシカイサダメノドとガキタノデカミアゴジブンノミコウツカシコノカタオオオンナカラウマレタモトマタリッポウノシタニアルモノのナサイマシタコレワリッためでシタニアルモノアガナイダスタメデソノケカワタシタチガコトシテノミブンウウウケリオウニナルタメデソカイティマス。 イエス様が立法を完成してくださった理由は私たちが立法の下にあるのでそこから私たちを上がうためにしてくださった。そして私たちが立法に縛られるんじゃなくて子供としての身分を受けるようになるためにそうしてくださった。And Jesus did that for だから皆さん、子供として生きたらいいんです。ウィーを守るために教会に来てるんじゃないです。私たちこの、この隣同士の関係はこう神様の子供としての関係なんですよ。Our each そこには年齢とか国籍とかたまものとか何にも関係ないんです。この事実はどこの宗教にもないですよ。 恵みの宗教はキリスト教だけです is,、um, is だから私はクリスチャンになりました <laughs> <laughs>、はい、私の好きな御言葉がこれです

だから皆さん、私たちは子供神様の子供となったんだっていうこの身分にいつも喜びを見出してほしいんですよ。皆さんが喜ぶ原動力何ですか今年のテーマのこの感謝の源って何ですか so, like, Like today, uh, this これが世の中の価値観がクリスチャンの中に入っているとあ本当これをやれ,やれていない、ね、こう成長していないとかこの世の基準に自分をクリスチャンでありながら持っていってしまうんですよ。 we are christian we just、um, tend to focus on the, the value of the world。だからいつもいつもなんていうかな朝起きた時とか。この感謝に溢れるっていうあの今年のテーマですけれども。この一つに私は神の子供とされたっていうことに。感謝をねいつも持ってほしいなと思うんです。It's、so、about、uh, this is the m e overflowing thanks、um, thankfulness for、um, one thing i can say is。 皆さんは立法から解放されました we are free from laws. 私たちは恵みによって生かされているだけですそしてイエス様はそのように立法を成し遂げてそしてその時にこの2章の中に2人の人物が出てきます and Jesus accomplished the laws and それはシメオンという人とアンナというおばあちゃんが出てきます。まず2つ目ね、シメオンという人はどういう人か。ここ本当にね、読んでいて、へ、hey, え、hey、と思った記事があります。So I read this and I, um, Uh, something catch my eyes. ここにあのシメオンという人はイエス様が生まれたこの赤ちゃんを抱っこした人なんですよ。シメオンはイエス様って本当に謙遜抱っこ思うんですよ。よ だってシメオンというのはなんかすごい役職がある人じゃないんですよ。Have, um, any, um, この人はある聖書学者が言ってるんですけど、この人はどこに,いるどこにでもいる人だって言いました。そう、ノーマル。どこにでもいるクリスチャンだって言いました。<laughs> These people around us. そのシメオンがイエス様を生まれた時、ちょうどその時に抱っこするタイミングにいるんですよ。Person, the, that, um, ルカ十八にこう書いてますよねシメオンは、幼子を腕に抱き神を褒めたたえているんですよ。 ね、ちょっとどんな感じかなっても私もちょっとここで止まってしまったんだけどイエス様をシミュオンをこう,こうやってたみんしたよね。イエス様の誕生をし 追い求めてこのタイミングにいるっていうことはこれ偶然じゃないんですよ。それはシムオの言葉にあるんです。彼はイエス様っていうこの救い主を待ち望んでいた人なんですよ。27節とかにも。 何度も出てくる言葉が彼は聖霊によってと聖霊が彼の上にとどまっていた聖霊に導かれた聖霊に感じたと聖霊に満ちた人だということが分かるんです and Bible repeated that he was シムオンにとったらこのイエス・キリストに会うイエス様に会うということが彼の 本当にこう夢っていうかビジョンだったんだと思うんですよね。イエスまを待ち望んで祈っていた人だと思うんです。皆皆ささんんに聞きたいです皆さんのクリスチャン生活は何を待ち望んでい。ますか 何を待ち,望ん待ち望んでますかって感じです、ね。ああいう w a t i n f 何かこれやってこれができてこんなことを見たいっていうことを私たちねついつい心がね自分の問題を解決したいとかついついそこにね心がとらわれてしまうんじゃないかなと思うんです。So we are easy to focus on that we need to do this and, and, and accomplish this, this kind of thing. でもここでシメオンから学びたいんですよ。シメオンはイエス様が来ることを待ち望んでた人です。でですそしてそのタイミングにたまたま出会ったんではなくて神様が彼とイエス様をシメオンと出会わせてくれたんです。そのタに彼様が彼様シメオンと出会わたです。 This was not a coincidence. 皆さん、イエス様神様は、私たちが本当に願うこと、願っていることに働いてくださるからです。We believe that God is the one who can work to, to what we, we p r a y for. キリストに出会いたいって言った使命を持って、祈り、聖霊に満たされていたシメオンはすごいタイミングに出会い,出会いました。しめん、ふうに prayed that Prayed and had desire that he want to meet the Lord, and he actually um, faced God in that. this moment is really amazing. we um, sometimes stop to stop praying if we if we feel that we're not. 諦めてしま,いしまうものです to,、um, そう。でもそこで必要なのが精霊の力なんですよ。で、ね、もそこで必要なのが精霊の力なんですよ。でもそこで必要なのが精霊の力なんですよ。でもそこが精霊が働いてくださる もうドアが開いた,開いた感じです they, the enter, そう。だから今日もしね失望してる人がいたり何か自分の力に無力さを感じてる人がいたら本当に素晴らしいドアが開く今もう目の前に来ていることを知ってください。 イエス様が精霊と歩むこのクリスチャン生活に今から一緒にあなたを連れて行きたいんです。皆さんイエス様から目をそらす。 私悪魔は私たちをイエス様から目をそらすものをいっぱい入れてきます。You know, enemy, demons, um, だから毎,毎回毎回立ち止まってください。 毎回毎回、イエス様の前にそのまま出てください。そして何が正しいか、イエス様教えてくださいっていつも聞いてください。私が選ぶべき感情はどっちですかって聞いてください。私が選ぶ道はどっちですかって聞いてください。いさいその時、主が一緒にあなたを。 イエス様の見える方向に連れて行ってくれます。Moment, ね、シ,シモヤのようにイエ,ス様を待ち望むイエス様に出会うことを待ち望んでいるクリスチャンでありたいですね。Like like、そして、えー、もう一人出てくるアンナについてです。 アンナという人がいたんだというぐらいの感覚の人いると思うんだけどここに、ね、男性と女性があるから感謝だね、so はい。このアンナも私は感動するんです、so なあの。36節からアンナについて書いてるんですけど、まあ、聖書はすごい年齢とかちゃんと書きますよね <laughs>。<laughs> アンナは84歳。でもそのヤモメっていう一人になってからもう70年以上経ってる一人ぼっちで生活しているアンナのことなんですよ。 そ,そして、聖書には彼女のことを非常に年をとっているって言う、まあ、か私は彼女のことを書い,いやろっていると。私は彼女のことが書いていると。なは彼女のことを書いていると。私は彼女のことを書いていると。ったんだと思うんですよ <laughs> 彼女が 彼女がどういう人かって書いてあるかというと。彼女も三十八節に。ちょうどその時彼女もいたって書いてあるんです。Says, um, moment, they, uh, 彼女はどういう。彼女は三十七節に。どんな人か、それは。

とっても年老いたおばあちゃんって書いてるんです。Temple, day, ね、ルカがどうしてここに目を止,、ま、止めたのかなと思うんですよ。So I I Luke, um, それは彼女の祈り、またの宮で仕えている姿、それこそ。 イエス様を待ち望んでいる本当に姿だったんだと思うんです。さんこうあの私以前にあ,のある女の人が。 このように言ってきたことがあるんですよね。I remember that in the past, それは私、教会で何もできないんです。私は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 何できないんです。私は何 ことしか私はシャクと、私はシャクティ皆さん、祈りって悪魔に戦う最強の武器ですよ。You know, きっと、その人は何か教会で言、ね、ういいと、言うと、言うと、言うと、言と、を思いながらそれをおっしゃったんだと、思うんですけれども言うと、と、う 教会は祈りによって支えられるべきです。ね、ですもうこうやって私もこうメッセージをさせていただくようになってもう本当にいろんな戦いを心の戦いをとっています。So でもその時何をしてほしいかって言ったらもう本当に祈ってほしいです。信仰に立って続けられるように。精霊の声を聞き続けられるように。諦めないように、ね。これを知っていたのが。 このアンナであったと思うんですよ。あの他の聖書訳ではこの祈りを休んではいけないと書いているんです。皆さんのクリスチャン生活、どこに心を向けて、ね、クリスチャン生活しているでしょうか、so in your Christian life, このアンナのように、このね、祈りを、断食や祈りを持って神に使えるというこの価値を本当に見いだしてくださっているでしょうか ?Do you find the value in prayer like Anna, day and night in praying and passing? 教会に何かできているから来れるというような世の中の価値観を本当に捨ててほしいです。I want you to put down the value of this world. 教会こそ不完全なままで来るべきところです。 私たちは日常生活の中でイエス様から目をそらすことがたくさんあるということを覚えていてほしいと思います私たちそのイエス様を待ち望むというのは本当に主がいつ来られるかわからないということもある,ある,あるんですけども 主がいつ来られてもいいように主を待ち望んでいたいですよね。Like to, uh, he he だから私たちは集まることをやめないで信仰を本当に奮い立たせていきたいと思うんです。 皆さんの中にすでにイエス様は生まれてくださっています。第一コリントの6の19あなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分のものではありませんと書いています。 1>, 1 Corinthians 6,19 says, Do you not know that your babies' bodies, your bodies are temples of Holy Spirit, who is in you, whom、um, you have received from God? You are not your own.、ね、私たちの家には、キリストがいるということが書かれているわけですよ。バブル tells us <laughs> there is Christ in us。皆さん、イエス様は皆さんと離れることはありません。 教会にいてもいなくてもいつでもあなたのところを離れることはありません。私たちはその精霊の宮だって書いていますそう。この宮が世の中に出ていって、キリストの香りを放っていくわけです。 だからいつもうちにおられるイエス様と本当に楽しんでほしいんです。So you, uh, we, like、うちにおられるイエス様ともっと話してほしいんです。もっと相談してほしい。もっと聞いてほしい。<Listen. S 2> そして愛をもっと確かめたらいいと思います。 ね、私たちは聖霊の宮とされています。The, the なので聖霊を待ち望みながら、本当にあのイエス様を待ち望みながら、このクリスチャン生活を送ってほしいと思います。Like、life, だから日曜日はとっても大事だと思うんですよ。 ね、世の中のこの価値観にこうと情報にこう本当にこうこうそ染められてしまいますよね。それを毎週日曜日、聖書に戻り、神の言葉に戻って、ホトキリストを待ち望んでいくこ。これがすごく鍵だと思うんです。So I think Sunday is the key. for us because we come here together and go back to the Christ together. So what are you waiting for in your Christian life? 成功ですか? Are you waiting for success? success? Or Tomonati or, or getting married. So not like that, but we waiting for Jesus. その時それらが全部備えられてくるんです。Things, things 順序を変えていきましょう。順序を神の言葉に変えていきましょう。だからこのカードは重要です。<laughs> ちょっとかい食べ物だったかもしれないけれども、このもう一回家に帰って、ここ2章を読んでほしいと思います。そして、アンナやシメオンから学んでほしいです。聖霊に満ちる人が教会を支えていくんだ。 聖霊を追い求める人が本当にちょうどその時という神のタイミングに出会うことができるんだ。人間の計画じゃないんだ。そこは計算とか 電卓とか弾けるものじゃないんですよね。誰かの正しい答えでも実はないんだと思うんですよ。私は本当に聖霊様にこの主権を本当お委ねしたいと思っています。イエス様の栄光が見たいからですよね。 みんなイエス様が働かれたということを聞きたいと思うんですよ。それは私たちが聖霊,霊と近く近く歩いていくところから始まると思うんです。そしてもう、確信を持ってください、その方は私たちのうちにおられます。 この方に本当に寄り添ってほしいと思いますあなたを責め立てるものは何一つないんです皆さん聖霊とともに教会を歩んでいきたいですね今年一年聖霊が働かれたというところを一緒にみんなで体験していきたいです

一つ聞かせてください。何か私はこれで正しいのだろうかってずっと悩んでいる人がいるように感じます。っず,っますずっと迷っている。正しいことが何かも分からなくなった。 ずっとこう葛藤している人がいるように思います。でも今日、あなたはこのビデオを見たり、オンラインで聞いたり、またここに実際来ています。それこそ今、アンナたちが経験したちょうどその時だと私は思うんです。 私たちが理解を超えたところで、聖霊様が働いてくださっているから、ちょうどその時、この御言葉を聞いているんです。いや、おっしゃいます。それは私があなたを愛しているからだと。 それは私があなたを作ったからだと主はおっしゃいます。あなたは神の愛から決して離れることはできません。どんなに悩もうが葛藤しようが神様の愛からあなたを離すものは何もありません。No だから安心してほしいんです。そのありのままでここにいるあなたを神様は本当に愛しておられます。You, you are, so、そしてその答えがここにあります。それは私が道であり、真理であり、命です。 主はおっしゃいます。あなたが求めていた答えは私だよと主がおっしゃいます。あなたの迷いに対する答えは私の中にあるよと主がおっしゃいます。誰かの成功に自分が心とらわれすぎていた。 聖書の言葉じゃないところでいつも葛藤していた今日もう一度イエス様の愛に立ち帰りたい。そんなに願う人いたら教えてください。Like this, like、this, yeah, ありがとうございます。Thank you. 祈ります神様、今日も本当に触れてくださってありがとうございます。God, we pray.God, I thank you.We thank you that you're touching us.Watashi の,の本当に心を本当に知ってくださっているしゅうありがとうございます。Lord, thank you for knowing our heart.Watashi たちには限界があります。We have a limit.Lord, we have a limit to understand. また疲れやすいものです。また迷いやすいです。でもそれら地上のものに心を捉えられていたことを許してください。どうか一人一人が主を見る、主を追い求める心が本当に生まれていきますようにお願いします。 イエス様の中に答えがあることに平安を持てますように。うちにおられる聖霊様に頼ることができますように。聖霊様の臨在を妨げるものを私たち教えてください。

for Jesus um, we surrender um, the heart not good heart and Lord we surrender um, giving up before you Jesus before you we surrender satisfied heart イエス様あなたで十分ですイエス様どうぞ本当にこの深い愛に一人一人が出会うことができるように本当にお願いしますこの短い時間であなたの愛を伝えることには限界があります

ここにいる人たちの間の中心に来てください。あなたの教会です。This is, this そして私はあなたのものです。あなたを見続けられますように。We looking, we イエス様一人一人に本当に介入してくださいますようにお願いします。Jesus, Have a relationship with us. イエス様のお名前で祈りますイエス様のお名前で祈りますエイメンありがとうございます <Thank you. S 3> じゃあみんなで御言葉を読みましょう御言葉の宣言文を、はい、日本語から読みたいと思いますはい。イエス様私を愛してくれてありがとう私の心に入ってきてください私の人生を導いてくださいイエスは私の主です英語です Dear Jesus, thank you for loving me, coming into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. Amen. Amen.